こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、非常に希少なオールドレンズ、ライツエルマーの 50mmF3.5 振動タイプ、ニッケルタイプですね。ニッケル仕上げのスクリューマウントレンズになっております。はい。まあ、エルマーといえばですね、ライカのスクリューマウントレンズの定番のオールドレンズではあるんですけれども、今回の個体はですね、その中でも非常にですね、初期の個体になるんですね。ご覧いただいてますようにですね、フロントにシリアルナンバーの刻印がまだ入っていない時代なんですね。ですので、こちらがですね、1932年より以前の製造ということになるニッケルエルマーですね。はい。でもって、このピントが全回転と言われるですね、これほぼ一回転するピントなんですね。後期の方になりますと、これが半回転といって半分しか回転しないんですが、このモデルはですね、全回転しまして、でもって無限ロックがついてないんですね。はい。ということで、非常にですね、初期の特徴を持った希少なエルマーの 50mm ニッケルエルマーですね。はい。ぜひお早めにチェックしていただければと思います。この下の概要欄からですね、ウェブショップにアクセスできるようになってますので、ぜひお早めにチェックをお願いいたします。では、外観から見ていこうと思います。ニッケルエルマーというとですね、結構ですね、このニッケル仕上げがですね、劣化しやすくてですね、この摩耗もしやすい仕上げですので、結構こう黒ずんだりとかですね、このバレルの部分とかが、メッキが剥げてしまっているものも多いんですけれども、この個体は非常に綺麗な状態をキープしていると言っていいと思いますね。ご覧いただいてます通りですね、目につくすれ当たり、へこみとかですね、この落下して当たって歪んでしまったりとか、このバレルが黒ずんだり摩耗したりといったような瑕疵は全く見られないですね。マウント部分にもすれなどないですね。非常に綺麗な状態と言っていいと思います。外観はですね、この動画と画像も多く掲載してますので客観的にもご確認をお願いいたします。はい、続いてレンズもですね、大変綺麗な状態ですね。この時代のレンズはまだコーティングがかかっていないノンコートレンズなんですけれども、前玉、後玉ともに擦れ傷、ひっかき傷など見られずに大変綺麗な状態ですね。ビデオでもご覧いただけていると思います。中玉にも曇り、カビ、バルサム切れなども見られずに綺麗な状態ですね。ゴミ釣りの混入もですね、ゼロではない程度でちらほら目視はできますけれども、画像に、画質に影響のあるような瑕疵では全くないですね。とても綺麗な状態をキープしております。おそらくはですね、まあ、近年、のうちにですね、何度かオーバーホールをしてきちっと整備されている個体と思われます。絞りの動きも非常に滑らかで軽快ですよね。針の痛みとか油の乗りもないのがお分かりいただけると思います。この絞りもですね、絞りというかこの振動ですね、もスムーズにしてますね。で、このロックもしっかりと閉まってますので、こう絞りとかピントとか動かした時にグラグラ動いたりしませんね。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いております。グリスが切れてこうスカスカ動いちゃったりとか、こうグリスが固着して動きムラがあったりというような瑕疵は全く感じられないです。はい。付属品がこちらの前後キャップになっております。はい。ということで、非常に人気の高いですね、来月のオールドレンズエルマー 50mm の F3.5 振動タイプスクリューマウントになっております。このままでも撮影にご使用いただいて全く問題のないですね、非常に良好な状態の個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、非常に希少で人気の高いですね、特にですね、このブラックペイントの
バレナックに似合いますよね。このニッケル仕上げのエルマー 50mmF3.5 人道タイプスクリーンマウントニッケル仕上げになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。